やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。まっとうに行きようと思います。ちなみにカルビってどこにいますか？今は勤務中じゃないよ、彼女は。わかりました。まあでも彼女もかなりまあいろいろ。あいつ仕事してんの？まあ頑張ってるよ。あ、頑張ってはいるんだ。まあその頑張りに対して結果がついてきてるかどうかっていうのはまだわからないから俺はちょっと仕事してるとこ見たことないから。そうかそうか。だから見たことないじゃない。知ってねえぞ別に。よし、ありがとうございます。お世話になりました笹さん。君どの辺に住んでるの？僕家ないんですよ。そんな生活をしてたんですよ。外でちゃんと働いて自分の家を持つ、その家が自分にとって一番あったかいところなんだから、はい、もうここにお世話にならないように。わかりました。初めに働くんだぞお前は。はい、ありがとうございました。続きに最後に、はい、見させてもらうね、もう一回。ああ、空ってこんな感じだったよな。ライター持ってるね、君。ライター、いや、喫煙するんですよ。ライター拾ったの。買いました。買ったんだ。買いました。じゃあ、ささん、ありがとうございました。はい、お世話になりました。真面目に働くんだぞ。はい、ありがとうございます。長かった長かった。みんな出所できたぞ俺。はあ、ぶっ殺してやる。マジでぶっ殺してやる。あ、僕じゃねえか。バニラさんスタンミー。お、カルビー、なんだっけ職業。私何もしてない今。と今からバーガー屋さんにバイト行くんだよね。いや、私もちょっとそういうのね、したいなって思ってたんだよね。あ、昼のお仕事がしたいんだ。いや、ガルビ、ドライブしながらちょっと話そうや。あ、いいよ。パトカー乗る？パトカーで連れてってくれんの？パトカーね、どこで出せるんだろう。これどこ行くの？9156、ピンのとこまで行ってほしい。いいよ。うちにバーガー屋さんがいる。カルビー、お前運転すごい。カルビー道ないよ。やばいって。カルビーどう、はい、ね、この世のね、道路難しいよ。難しいよな。うん、でも早いでしょ。早いよ。で、実際、じゃあカルビーそこで大丈夫。私、違ってる。なんでだ。包帯ないか。そんなの知らない。じゃあコンビニで買えるから今からコンビニ行け。カルビ、じゃあ初めてのお使いだな。建物ない？建物ある？落とすよ。ある。あれ、ある。それをちょっとクリアしろよ。でも本当にないかもしんないな。本当になんでだよ。救急隊の方が楽じゃね。救急隊って無料で直してもらえるの？うん、12万。バカやん。お前この世の12万がどんだけ高いか知らねえだろ。カルビ、なめんなよ、うん、GTA 出血してるから早く行った方がいい。乗れ車に。包帯買ったから、はい、包帯一発巻いたら治るから。はい、ほら、あとでまたで。あ、死んだ。ね、しちゃえお前は。今これ12万確定や。死んだ。お前何しとんねん。もう何やってんだ。カルビは変わんないんだね。本当にそうなんだよ。あの、うん、いつもね、そうなんだよ。そうだ、俺さ、友達がいっぱいできてさ、俺なんかに話してかけてこないかなと思ってさ、なんで来たと思ったんだよ。お前やっぱストリーマーサーバーと孤立すんだな。あいつさ、ほんまに。うーん、車に乗ろうと思った瞬間に死んじゃったんだ。変わんねえな。買いに行こうとしたの。そうだよね。そうですよね。これどうしたらいいんだろう。誰？俺だよ、ガルビ。何勝手に。びっくりしたよ。カルビどこ行くんだよ今から。今から包帯買いに行くの。何してたんだよ今まで。お前何してたんだよ。カルビ事故んな。俺体力ねえからな。カルビ事故んなよ。分かった。体力ねえからな。分かった。カルビ事故んなよ。分かった。体力ねえからな。うん、お前さ、どこのハンバーガー屋で働いてんの。俺のハンバーガー屋さん来るか。え、
いやさっきさハンバーガー買おうとしたらさ、うん、21億で請求されてさ結局ハンバーガー買えてないんだよねでもね消してくれた。さすがに土井がいなかったらこの世で21億の借金借金を抱えながら生きるとこだった。なんていうことだよ。いやお前どうしよう、そこのハンバーガー屋だったら。何がだよ。そしたらお前とは絶交だよ。何がだよ。カルビーそんなことしねえで。ここ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 だ。えここここで詐欺ライだろ。だ誰が店員やってんだ。京一郎お前や。ああいらっしゃいませ。しました。なんかさっきうちの子が詐欺にあったって聞いて21億でハンバーガー1個請求したみたいな話聞いたんですけど。ああなるほどね。全部教えてあげよっか。うん、まず、うん、ここハンバーガー美味しそうって言ってカウンターを無言で乗り上げてで僕がね強盗だと勘違いしてぶん殴るじゃないですか。そしたら私は警官だぞって言っていきなり手錠かけてきて手錠かけられた後に、これはそうだね、5万円だねって言って僕に50万の請求を起こしてきたんですよ。お前何やってんだカルビ。警官のこと殴ったら請求しないといけないんだよね。でもそれ私服だから何もならないよね。いやいや私服だとしても今出勤中なんで。そもそもお前はカウンター上がった時点で悪いんだよ、ね、カルビ。そうだね。そうだよね。ミス、ミス、ミス、それは。そう、いや、そう、だから俺もミスよ。ってことで、お互い、運営様の配慮で、なくなりました。なるほどね、なるほどね。そういうことがあったね。あ、そうなんだ。うん。ライブちょっと作ってやるから、待っとけ。冷蔵庫どこだっけ？冷蔵庫こっちか。ちょっとダメだよ、ダメだよ、入っともうカルビは普通に入ってんだよ。大丈夫だ、ダメだよ、ダメだよ、ちょっと出てってよ、ちょっと。あ、私も働けばいいんじゃね、これ。いやいや、そしたら無料に作れる。いや、ちょっと、本当に、すいません。なんで私も働かせてください、ここで。いやいや、ダメです、ダメです、ダメです。全然ダメです。なんでですか？普通にダメです。ちょっと出てても、出てても、いや、いや、本当に。作業できるんです。いや、ダメ、普通にダメです。不採用です。なんでそんな、普通に不採用です。なんでそんなダメなんだ。いや、普通に不採用。いや、ダメですよ。思ったんだけどな。ダメです、働かない、無理ですね。無理です。はい、もしもし。やるじゃん。はい、どうしたの？どうしたの？ああ。うん。まあ借金はないんだけど、もうあいつなんかどうしても歩いちゃうんだよな。やって人と話してる時とか待ってる時うろちょろうろちょろずっとあれ何なんだよ。どんなゲームでもずっとうろちょろ歩いてさ飯とか消費されて死んでくんだ一人で。警察ってさ強盗できないの？できるよ。あ、できるんだ警察の強盗。うん、でもしても仲間に捕まるからどこにいるかバレるんだよね。あ、でもコンビニのカメラぶっ壊したらさカルビが一番最初に駆けつけたってことにすればよくない？天才だ、ね、作戦思いついた。まず最初にキョウちゃんが店員を殴る。いや私が警察だって言って入って警察の人にはもうキョウイチロは捕まえたという。おいカルビ盗んだお金を半分に分けよう。おーやりたくなったらカルビに連絡するわ。あ、わかった。私もね、この世界で生きるのに必死なんだ。警察だって行きたいんだよ。一つのお店を強盗することで100個の世界を守れる。そうだよな。よかったな。一つを犠牲に100を守ろう。カルビ1個だけ言うぞ。うん。強盗って難しいからな。あ、でも私はしないから。うちギャングスターがいてさその人にさ全部学んでんのよ。今すぐにでもできるぞ。それ今すぐ俺たちは100万を折半できる。一瞬でそれができるカルビ。え、それしたいな。じゃあまずは鉄砲カルビあるか。それって落とせる。え、ちょっと待って。え、待って、お前さ、犯罪者なのか。いや俺は犯罪者じゃない。そういう噂を聞いたことがある。でもやり方は知っている。ああ、そういうことね。うん。
で、弾、弾も欲しい、カルビ、弾も。一発しかないかも、弾。なんでだよ。弾何発か持ってきて。じゃあどうする？で、まずお前が銃弾を買ってくる。警察署から。はい。はい。で、今どこに行くの？警察署。ちょっと通り過ぎてカルビ、ちょっと通り過ぎて、いやここでいいや、やばいやばいやばい、ちょっと待ってろ、理由があっても人殺しは許されん、いやなんかくせすいません、お願いします、あいべとお疲れはいお疲れ、軽強盗罪と NPC 殺人罪で今あーガレージ、あタクシーと一緒だ、了解です了解です、わぁ先輩、なんでこんな遅い、分かった、しっかり倒すと、タクシーやってたんですよ、もともと倒したら OK、 ただいま、早く離れろこっから早くしろ、お前何お着替えしてんだよ何お前お着替えしちゃってんの、いやだって警察はカイガー何やってんの本当に、なんでこんなすぐ死ぬんだ早くんのもまた事故っちゃったんだよあれ、マルだろ、してないマル、お、どうもカルビとさ、今からさ、マル、うん、右側に行ったから今、いないね、銀行ごと行くんだよ、オッケー、ありがとうカルビ、お前、警察だよな、うん、でも警察もね、実績が欲しいのじゃあ行こう、カルビ、行くよ、ちょっと、お前が、まあいい、お前知るもんはじゃあそれだって言い訳が立たないよ、見つかった時にカルビ、言い訳が立たない、うん、言い訳が立たないってどういうことだ、見つかった時に俺が運転席にいる言い訳が立たないって言ってんだよ確かに、カルビここだから、いやカルビ今から追っ始めるから、カルビ見てろ、来た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 、すいません、ごめんなさい、何してんだ、ごめんなさい、ペンパン、私はなんでごめんなさい、そんな、はい、盗んでんだ、すいません、物を飛んだ、すいませんでした、手を止めろ、手を止め、おい、なんで、おい、おい、やってん、違うよ、カルビ、違う、おい、なんかバグったじゃねえかよ、カルビバグったよ、お前のせいで違うやん、段取りと、いやいや、知らん、なんだ段取りって、だまあいいんし直すから待っとけって何、待っとけ、ここで1分待て、たく、なんだよこれ、バケモンすぎる、マジ VC、一回 VC しないといけないからさ、オプションカルビ、カルビ待てよ、カルビ待ってくれよ、待て、カルビ待て、カルビ撃つな、動かないから撃つな、動かないから撃つな、丸竹どこ行った、丸竹、お前ギャラリーの丸竹だ、丸竹、お前何やってんだ、何言ってんの、お前何聞こえてんだなんかありました、え、あいつなんすよね、あいつ、それ俺や、それ俺やカルビOKOKOK、 あいつ逃げるぞ、逃げたカルビ、あいつ撃て、お金がめられたぞ、あいつに、あいつ丸竹何やってんだよ、なんだお前、何やってんだよお前、今何円ゲットしたんだよ、20万ぐらい多分、たったの20万か、俺とカルビで強盗しようとしてさ、俺も丸竹も逃げたからさ、
カルビがまた無能のレッテル貼られてさ、世に放たれたよ。もうあれ。こんなかわいそうなことあるかよ。あいつ俺たちを捕まえたいって言って頑張ってさ、やってたのにさ、誰も捕まえられずにさ、味方の警官呼んでさ、ここに 敵いるんですって言って、味方わざわざ最北端まで来てくれたのにさ、誰も捕まえずに帰ってったよ。じゃあ戻る。じゃあ戻る。いや、いい。これも無知だと思う。これも無知だと思うよ。今回はこれで終わりにしよう。俺たちの冒頭は。またな。すいません。ここ危ないな、マジで。ここ危ないぞ、結構。誰がいいんだろうな。はい、悪いことしたって聞いてるので、ちょっとこちら連れて行きますね。なんですかね、どういうこと、悪いことしたって。カルビちゃん、これ、はい、はいはいはい、スタンミ何してんだよお前、さっきは逃げやがって。ちょ、逃げてないよ。あれ、なんでこれ、待って、あ、溶けてる。あ、あ、ちょっと、手錠外しちゃった。手錠外しちゃった。なんか、めっちゃった。お前なんで上のこと手錠してんの。やばい。お前一回カルビちゃん、マウンサヤの手錠外そうか。はい。で、今これ車乗っちゃってるから、うん、引きずり下ろしたいよね。うん、引きずり下ろすね。引きずり、じゃこれで今手錠かけよっか。はい、走り回るから、F1 で。何このサポートは。お前何やってんのこれ。強盗罪合ってるか確認するね。はい。なんでこれキッザニア始まってんだよ、うぜえな。なんでサポート味方につけたよ。チュートリアルに使われてるだけじゃねえか、ふざけんな。カルビ、警察署戻ろうか。カルビ、それでいいんか、はい、いや、そういう作戦なんだよね。作戦もクソもないやろ、お前。何も考えてなかっただろうが。あ、運転するね。うん、私、運転するね。お前、何やってもらってんの。お前さ、お前、これ何、私運転してもらげるねって、これサポートに何さしてんの、お前。俺じゃなかったら燃えとるぞ、お前、こんなもん。鍵かけてるからね。ありがとうじゃねえだろ、お前、抱え込んでこら、てめえこら、おい。行くよじゃねえよ、なんでドヤ顔なんだよ、お前。何もしてねえだろうが。でも、カルビ、いいえ、お前が署に着くまでに考えろ。カルビ、よく考えろ。いや、ね、出てる。カルビ、いやこれが立派な仕事ですから。違うよカルビ、お前は間違ってるよ、何もかも。お前で間違ってんの。お前だよカルビ。カルビ間違ってんの、お前だよクズ。お前こんなんが仕事のうちに入ると思ってんのか。捕まえました。今帰ります。やりますじゃねえよお前。今マンセアサポートが同じこと言ってよ、お前仕事やったふうにすんなお前。うるせえな。仕事の指示すんな、お前が。犯罪者が。お前や犯罪者、マンサ屋さん。マンサ屋さんに全てを話していいですか、僕。何？カルビいいんだな。いや。何やな。あの拳銃誰のか覚えてるか、カルビ。現場検証されるんだぞ。カルビ。あれは取られたんだよ。取られた。誰にだよ。丸竹だろ。それは意味わかんないからやめとけ、俺にしとけ。マルタケに取られるだとついつまが合わなくなるから俺って言っとけ、そこは。意味わかんなくなる。なんでマルタケなんだよ。カルビちゃん今嘘ついてるってこと。カルビは嘘ついて、ま、あのね、いや違う、カルビをぶち込んだ方がいいですよ、マンサヤさん。いや私何もしてない。うるせえ犯罪者。おめえや犯罪者は。お前が一応やったやろ。別の犯罪者。何なんだよこれ。カルビをこの牢屋に入れて、ちゃんと。カルビにやれって言われたんだ。違うよ、お前さ、言っちゃうよ、ここで。お前がさ、その、計画に加担したってことが分かったら、お前1000万だからね、借金が。ちょっと、聞くけど。ちょっと聞いてもらっていいですか。まあ、俺はやりましたよ。でも、その、俺の家業に加担したのはカルビです。カルビ加担したのか。カルビ、俺言うよ。銃をどっから手に入れたかっていうと、カルビにお願いして、町内から持ってきてもらいました、僕。カルビ本当か？本当です。
お前早くない？お前早くない？早いやろお前。私銃撃ってないから。確かにそれが事実なら収賄罪。収賄罪は何もしてません。60分の禁錮と1000万の罰金です。60分ぐらい経ったんじゃないですか。盗んでない関係ない。お前途中まで加担してて今言い訳してるだけやん。じゃあちょっとあのカルビもちょっと待っといてもらっていい？ここで。じゃあ一応ね、所長に聞いてくるから。はい。もう訳わかんないよカルビ。カルビなんでそんなことしたの？カルビ二人で仲良くやろうって話だったじゃん。いやいやいや、私はクビにされたくなかったからね。お前を救おうとしたのはまたお前、俺じゃなかった？でも結局これで私のお手柄になったらお前は私を救ったことになるんだぞ。まあある意味な。ありがとう、私の手柄になってくれ、スタンミー。分かったよ。いいやつだな。いいよ。あれでお前俺のこと売らなかったら一気に100万手に入ったんだぞ。お前今から もしかしたらもらえるのが10万ぐらいか1000万の罰金だよ。1000万はやばいわ。うん、お前は今一番間違えたことをしてるんだぞ。お前だよ。お前だよ。それはお前だよ。お前だよ。なんでお前は間違えちゃいけないとこ全て間違えんのかな、カルビ。そうかな。そうだよ。早く社会呼んでこいよ。同じ職業やってるカルビが今時間余してるってよりも後回しも後回しも後回しだぞ。お前俺たち今何分放置されてんだよカルビ。悲しくなんないのか。俺これが今のお前の署内での待遇なんだよ。いやちょっと落ちんこんできたわそれは。そうだろう。そうだろう。あとお前じゃあ一個だけはして。俺こんな俺は別に60分交流じゃないんだよ。これで60分交流されたとしたらお前のなんかその60分交流を俺も一緒に受けてあげたい人になるんだよね。これ謎じゃない？マジで。どういうこと？なんでわかんないの？お前俺は60分の刑じゃないんだよ。お前の60分に付き合わされてる人になるの俺は。俺一人だったらそうでもないよ。遅いよ。来た。菅原君これ何の罪で捕まったの？コンビニ強盗？コンビニ強盗しましたよ僕は。いや強盗罪だからどっちにしたら30分交流だよね。30分交流なの？遅いよなんていう資格ないんだ君には。すいませんすいませんすいません。カルビちゃんはちょっと一回こっち来て。匂いに来てるんですが。カルビちゃん連れてくれた。これだけ離れてきます。カルビはどうなったんだろうな。じゃあ助けてよ。よしもう出ていいよ。ありがとう。あいつはどうなりましたか？あいつのことが気になってしょうがないんですよ僕。あれは今ちょっと所長が処分を言い渡してます。ほらバニファン。はい、なんかあったら。じゃあお世話になりました。はいはい。カルビあちょバニファン中からファン発表、ね、お前は覚悟しとけよ。なんでお前が先に解放されるの？ごもっともだな。ごもっともだ。